さて、今回のお題は、XBOX GAME PASS FOR PC 版 HEART OF i a 4日本語化手順です。内容はですね、前回のステラリス日本語化手順とほぼ同じになるんで、追加情報をちょっと入れてきますね。 実用目的の方は概要欄に時間を書いておきますので、ちょ、ちょっと飛ばしてください。マッドファイルの取得方法としてね、えー、Steam からダウンロードする方法を紹介していますが、別な方法もあります。パラドックスの方ですね、メーカーの方で、えー、改造ファイル提供サービスもやってます。このページですね。ランチャーからここを開いて、 あの、選択すると、えー、ファイルをダウンロードして、実際に、えー、日本語化、えー、もあるんで、それをダウンロードすると、わざわざファイル配置する場所を設置してコピーペーストする必要ないんで、まあ楽なんですけど、えー、残念ながら、最新版が上がってないことがあるんですね。更新が遅いっていうか。まあ、なん、 なんといっても、スチーム人口が多いんで、プレイヤー人口。そちらの方が最優先されるってことで、まあ一番確実なのは、新版を紹介するってことで、ずっと新版を紹介させてもらってます。だから動画見てですね、ダウンロードしてみようかって前に、パラドックスの方見て、もしかして最新版が上がってたりすると、そっちの方が便利なんで、そっちの方が、早いで使ってみるのはいいと思います。 それとですね、簡潔に解説するために、原発の状況解説とかは省略してますが、まあ、すごいことになってますね。毎月100万人が加入してるっていうすごいサービスになってます。はい。勢いが落ちなければゲーム界における勢力図が書き換わる大改革が起こると思われます。日本に大波が来るのは遅れてますが、 改革が来ると予想するのは自然ですね。それでは本編の解説を始めます。まずですね、英語版のままゲームを起動して、ちゃんとプレイできるかどうか確認してください。まずはマッドファイル改造、マディファイ、改造ファイルを取得しましょう。えー、ブラウザで Steam にある、えー、ゲームのページ Hearts of Iron 4ですね。 開いてください。検索で、えー、タイトルを入力してね、えー、出ますんで。で、そこでコミュニティハブ、ここをクリック。で、この画面に切り替わります。次ワークショップをクリック。で、この辺に検索窓がありますんで、ジャパンニーズランゲージマート入力します。で、いくつか出てきますんで、 えー、新しいバージョンに対応しているものを探して選択します。そして選択したら、この上の方ですね。上の方に出ている URL をマウスで、えー、ドラッグ、クリック、コピーしてメモ帳とかに保管しておくといいと思います。はい、次に、えー Steam ワークショップダウンローダーを開きます。この URL は、えー、解説のところに貼っておきますのでコピーして利用してください。で、この、この部分ですね。コピーしたのを貼り付けます。すると、えー、さっき見たアイコンが表示されるんでダウンロードボタンで ダウンロードすすることができますでダウンロードしたファイルは解凍してください次にマットファイルの格納場所を用意します次に画面に見えてるマットボタンを押します またツールを押します。で、現在、パラドックスの現場、あの、ランチャーのバージョンがですね、2種類あって、新しいものに切り替わりつつあるんで、ハーツオブアイアンも今、新しいね、DLC 用意してるってんで、多分それが出る頃にはもう新しいのに変わってるんじゃないかと思うんで、新しいバージョンの画面構成も見てもらいますね。ステラリスなんですけど、この,この左側のですね、 えっと、インストール済みのすべてのマットを押して、真ん中上にマットツールボタンが見えてますね。はい。こんな感じの画面配置にあの変わるんじゃないかと思います。はい。そんでもって、マット作成ボタンを押しまして、 で、ここに名前入力していくんですが、ここは配置するファイルをですね、入れるフォルダの名前を決めるだけなんで、まあ、見てもと適当に決めちゃって大丈夫です。忘れないようにね。はい。で、えー、右側ですね。ディレクトリ画面見えてるんですけど、ここをクリックするとフォルダが開くんで、えー と、そのフォルダの中身を確認して、えー、多分マッ a フォルダを開くんじゃないかな今のバージョンだと。はい。だから、そのまま入れてもダメなんで、えっ、ー、と、自分の作ったフォルダがその中にあるんで、その自分の作ったフォルダの中に行って、えー、そこにファイルを配置します。ファイル置き換えはしなくて大丈夫です。で、えー、デフォルトでは有効化されなかったんで、このバージョンではね。えー、こう。有効化。 して、えー、入れた改造ファイルを有効化しますね。で、あとはゲーム、英語版のまま起動してください。この画面のようにですね、えー、日本語で表示されてれば成功です。えーまえー、間違いの指摘、質問、リクエストとありましたら、 コメントをお願いします。本日は以上です。